安万岳は、長崎県平戸市の平戸島北西部にある山である。標高530メートル。平戸市及び平戸島の最高峰である。自然公園法に基づく、最下位国立公園の第一種特別地域に指定。2007年に、世界遺産候補長崎の教会群と、キリスト教関連遺産を構成する資産、平戸島の聖地と集落として、 ユネスコの暫定リストに掲載された。正式推薦を前に、世界遺産に求められる完全性としての法的、保護根拠に、文化財保護法の重要文化的景観が用いられる、ことになり、2010年に、平戸島の文化的景観の一角に選定された。2018年6月30日に長崎と、天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として、世界遺産登録が決定。 山体は火山岩からなり山頂部が平らで周囲を急斜面が囲むメサ地形をなす。山の大部分は商用樹林に覆われており椅子の木、赤菓子、スダジー等が見られる。樹林内には長崎県北部でも有数のバラエティに富んだ多種多様な昆虫が生息している。山中に平戸市民の生活水をまかなう三つぼ川ダムの 供給源である三つ子川の水源地があることから水源の森として保護されている。安万岳は古代より下南部の史跡山と並び平戸地域における山岳信仰の中心として数計を受けた。山頂近くには社殿によれば718年に加賀国より分霊されたとされる白山神社が鎮座するほか明治初期に廃寺となるまで在地仏教勢力の 中心的存在として、キリスト教不教を図る、宣教師等と対抗する等した、西善寺があった。西善寺跡には、庭園遺構や、多数の法教院等が、現在も残されている。また、江戸時代に入りキリスト教が、日本国内で、近教政策により地下潜伏する中、安万岳の山頂にある石塔と自然石による、石祠が、安万岳の奥の院様と呼ばれて、 隠れリりタンの振興対象とされた。2015年9月30日、ユネスコの委託を受けた国際記念物遺跡会議調査員による現地調査実施。11月に現地調査の結果を精査するアイコモス内部の報告会に同席した文化庁職員が世界的にも稀有な長期の潜伏振興という事象を反映していないとの指摘を受け、 2016年2月9日に同年1月15日付で通知された推薦内容を近況基準紙に見直すべきとのアイコモスから中間報告を受け、安万だけを含み推薦を取り下げることが閣議了解。7月25日に改めて再推薦が決定し、名称も長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産に変更。 安満岳を含み2018年6月30日に審査され登録が決定。平戸桟橋より行き着きバスの行き着き島域きにて約20分の山の入り口停留所にて下車。停留所脇の山の境界へ至る速道から10分ほど歩くと左手に一の鳥居が現れる。ここから山頂まで1時間から1時間半程度。苔が生えた不規則な石、湿り気を帯びた。 泥ンや落ち葉など足場が悪いので注意が必要。この神社三道とは別に山の南側に、上り口駐車場が整備され、遊歩道的に整備されており、勾配も少なく20から30分で3の鳥居に、短絡できる。駐車場には、簡易トイレが設置されており、景勝地のタイの花への分岐点にもなっているが、公共交通機関はなく自家用車、レンタカータクシーなどでのアクセスになる。 安レ霊山の原生林とメサ大地を歩く、長崎県平成21年版、長崎県統計年間記載による。AB、長崎、天草の潜伏霧下ンが世界文化遺産に決定22件目。産経新聞。 https://www.sankei.com/life/news/180630/lif1806300038-n1 と html2018 年6月30日閲覧 ?ab 長崎と天草地方の全幅キリシタン世界遺産に読売新聞 http:///. w r i COJP カルチャー2018631と 1t5066HTML2018 年6月30日閲覧ありがとうございます。